こんにちは、おーチャンネルです。今回は保有しているトミカの紹介動画です。それでは見ていきましょう。まず伊藤洋華堂オリジナルマツダロードスタートリコロールカラー仕様、はい、2つ目はイオンオリジナル日産スカイライン日本警察パトロールカラー仕様です。続いてはトイザラスオリジナルの GR スープラセーフティーカー仕様です。続いてはトーマスランドエクスプレス2022年発売仕様です。続いてはストーンマーティン DBX の通常バージョンです。続いてはストーンマーティン DBX の初回限定バージョンです。ナンバー75番です。次は東京オートサロン2022トヨタ GR86 ですね。その次は東京オートサロンオリジナルスバル BRZ です。同じく東京オートサロン限定のマクラーレン 720S ですね。こちらは同時発売の日産フェアレディ Z ですね。こちら4種類並べてみました。カラフルですね。はい、続いてはナンバー93番コペン GR スポーツです。はい、次はハトバスオリジナルピアニッシモ3サファイアブルーイスズガラベースです。はい、続いてはトミカショップオリジナルスバルレヴォークトミカタウンドクターカシオです。次はイスズギガ特殊高圧タンク輸送車ナンバー149番です。はい、過去に発売されていた低床車の、トラックとなってきました。こちらナンバー148番ハマー S2 リムジンです。はい、トミカ標識設定より3つ3層エアロクイーンです。こちら黄色ベースです。こちらも同じくトミカ標識設定よりスバルのインプレッサです。はい、続いて CX5 ですね。こちらもトミカ標識セットからです。はい、こちらもトミカ標識設定よりダイハツコペンです。ソフトトップが取れます。はい、続いて三菱ふそうキャンターですね。荷台の部分がドア開きます。はい、引き続きトミカ標識セットより日産セレナです。後部のドア開閉義務があります。はい、引き続きですねトミカ標識セットは空港科学消防車です。はい、続きましてもトミカ標識セットより続きあるとパトロールカーです。はい、第6弾ですがこちら相当ご覧の通りとなっております。はい、続いてはナンバー1番日産スカイライン GTR パトロールカーです。ナンバー86番トヨタ GR86 です。はい、こちら GR86 の初回特別仕様となっております。はい、それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。